はい、皆さんおはようございます。今日は8月1日金曜日、浜名湖畔からお送りしています。いつもね、自宅の方のサロンの部屋で放送の方してきたんですけども、今日は外の風景を皆さんにご覧いただいております。夏休みですよね。空がねとっても綺麗で、そして湖畔をね、今からちょっとパソコン持って皆さんと浜名湖の様子をね、シェアしたいなぁなんて思ってます。よいしょ、いきますね。見えるかなみたいな。浜名湖って地球があって、その世界地図の縮小図って言われている日本という場所があってね、そして日本にとってこの浜名湖っておへそみたいな場所なんですよね。でこの辺りがゴマがたまっていそうな奥浜名湖という日本のおへその位置にあたる浜名湖です。見えますか？空が今日こんな感じです。でこちらの方にはね、寒山寺温泉と言われるものが向こうの方に見えてます。波が綺麗ですね。あ、波綺麗に映ってますか？とてもね、今風が気持ちがいいですね、はい、天然の冷風船状態になってます。なるほど。うん、穏やかな日ですね。そうですね。でですね、今正面に見えるのが、これから9月以降ですね、新しい場所としてですね、活用していこうかなと思う部分で、左手に見えるのが自宅の部分になります。左手っていうか、ちょっと茶色っぽい部分があります。でこちらがですね、新しい今回借りた隣のお部屋なんですけれども、こんな感じで今準備中です。まだエアコンも入ってないので、広々して、ただ風が通るのでとても気持ちはいいんですけどね。見えます。はい、じゃあ放送の方、電気持つ部分まではこちらでやっていきたいと思います。よいしょ、どうかな、書き込みが。よいしょ、おはようございます。ちょっと私の顔が暗いかもしれないね。皆さんおはようございます。うん、本当にね、風気持ちいいよ。はい、でじゃあ今日は何から話そうかなとか思うんですけれども、うん、何がいいかな。もうこのね、隣のお家を見つけてから6年が経ったんですね。あ、なんか TV さん書いてくれてるな。ちょっとお待ちくださいね。
いいかな。はい。6年ぐらい経って、で、この家を見つける前っていうのは、マンションに暮らしてたんですけども、家の前にパチンコ屋さんが立つようになって、あ、こんなとこに住むのは何か目の前が駐車場になってしまうのでね、なんか嫌だなとか思いながら、もっと広いスペースのところ、もっと前が広がった場所に住みたいなって思ってたんですよね。で、そのよく引き寄せの法則とか願望実現とかいろんな言い方されると思うんですけれども、まあ、その頃は私も悟りの勉強ということは全くしてなかったので、その引き寄せの法則というところの、勉強の方がどうしたら思いが届くのかとかそういうことを一生懸命研究してたり実践してたりしたんです。でその時にあ私がこういう場所に住みたいんだっていうことを宇宙発信宇宙に発注してね置こうと思って私は本当に広がった場所に住みたい、つまり一旦全面がなんていうのかなそういう狭い風景になってしまった時に私がどうありたいかっていうのが嫌なことが起きたことで分かってきたわけですね。広がった窓の外に広がった風景があったらいいな、こういう風景私は好きではないな、そうやって改めて嫌な現象が起きてそこの一番自分は本当は何が欲しかったかっていうことが分かるようになってるわけです。で私はあ心地よい空間とそして広がる風景の中で暮らしたいんだなと思ったんですね。で、まずはそれを発注してから何をしたかっていうと、できるだけそういった立地条件にある物件を自分の手には届かないかもしれないけど、例えば高層階のマンションの億ションみたいなね、何千万もするような分譲物件のをさも買うような気持ちでね、いろいろ見に行って、じゃあ月々のお支払いってどのぐらいになりますかとかね、言って聞きながら、あ、こういう物件って私がそこにいるとしてどういうふうに感じるんだろうか。なんかマンションの高いところってなんか違うなとか、それとか公園が近くにあるような物件ってどっかにないだろうかとか、そんなようなふうに自分の考えている範疇、つまり、まさか目の前にこんな広がった物件が手に入るなどというのは私の範疇にはないんですね。で、じゃあどうしたらその自分自身が本当に望むものを手にできるだろうかと思った時に、そういったまず自分自身が動いてみるということをしました。で、ある程度動いた時にそこには私の望んでいるものがないということが分かりました。で、もうこれはもう発注かけたんだから、と私のためには絶対用意をしてくれるんだろうなってその根拠のない自信があったんですね。私の中で本当に根拠はなかったけれども、必ずもう私はそういったものを受け取ることができるんだ、で受け取る許可もあったわけですよね。そう思いながら、じゃあ次に私がやったことは何かというと、私は広くて心地いいとこが好きなわけですから、その窮屈な風景の中にいる時間をできるだけ少なくしようと思ったんです。で、広いスペースのあるちょっと高めのカフェに行ったり、なんかざわざわしたような場所をできるだけ避けて、静かなとっても座り心地のいい椅子があって、天井が高いようなラウンジのようなカフェが浜松市内にあってね、そういうところに好んで行ったり、それとかお休みの日は天竜川に行って広い自然の中を見たり、そしてこの家を見つけるときにはですね、桜の季節だったんですけれども、浜名湖に桜を見に行こう、そんな感じでお家にいる時間よりもその当時は外に出かける時間が多かったです。で、いろんな、とにかく私はこういう広がった空間が好きなんだよね、大好きなの、気持ちがいいよねって、そんなことをしていました。そしてちょっとだけ無理をしたのは、私はそういった空間をが好きだということを本当に自分自身に与えているんだっていうことを表していくために、新幹線の移動で一般の普通のところの指定席がもうざわざわになっていたり、いっぱい混んでる時はあーと思いながらですね、
でも私はそういう空間が好きじゃないから、自分に与えるのはグリーン車なんだとか言ってね、ちょっと無理してグリーン車の席に移動したことも何回かありました。で、とにかく私たちは何かこういった環境が好きだって言いながら、でも叶うまでは我慢しなければいけないって考えてしまうんですね。でも私はそうではなくて、今の自分にできる限りのその自分の好きなことを提供していく、そういったあのことは心がけるようにしたんですね。で、この物件を見つけた時には、あの前の家がもう湖畔の向こう側にしかないわけですから、びっくりしました。で、自分の想像を超えたあの場所に立地する、そういった別荘でも建てられるようなね、方じゃないと住めないような土地に借家が建ってたわけです。で、本当に信じられないような気持ちで、そのよく宇宙が与えるものは私たちの想定の範囲を超えるんですよという話がスピリチュアル的にはありますけれども、おお、やっぱすごいなと。そしてそれは春だったんですけど、湖面に降りて、これが私へ提供されたあの物件であるならば分かりやすく答えてって言ったら、ウグイスが2回鳴いてくれたんですね。そうだよそうだよって言って、で、それから6年の日々が経って、で、やはり最初はその広さ、あの全面に広がる環境っていうことですごく満足していたわけなんですけれども、あの結構私のセッションは名古屋の方向からとか、あの遠方からいらっしゃる方が多くて、あの車でね、あのお友達を紹介者の方が乗せてきてくださるわけです。そうするとその方があのくつろいでいただく場所っていうのがなくて、まあ、好きにちょっと観光しててくださいって形でもいいのかなと思いながら、そういうような状況で、まあ致し方がないということでね、あの皆さんにご迷惑をかけてたんですけれども、でも自分の中にはそうやってせっかく紹介で車を運転してお友達を乗せてきてくださった方もくつろげる部屋があったらいいなっていうふうに思い始めたんですね。で、あ、そういう部屋があったらいいなってただ思ってたわけですね。そんなこんなしてるうちに、なんかあの今日からですね、正式には今日から隣の物件はあの、まあ、昨日ちょっと荷物の移動はしてるんですけれども、あのサロンのみの機能をするあの一戸建て の、 あの場所が私のなんていうのかな、現実としてですね、現れた、こんな感じでしょうかね。で、とても面白いのは、今住んでいる家の間取りと隣の家は違うんですが、ここの場所はですね、ワイドサッシがあるので、部屋の中からその外側を見た時にとても広い、広々した感じのくつろいだ感じになるんですね。ですからそういったお客様に来ていただいたりとか、それとか、あとワークショップですね、そのようなものを開催するときに非常にあの都合の良い間取りになっているわけです。ではちょっとあの暑くなったので、日陰の部屋の中に入りたいので、また移動しますね。で、隣がここがうちですね。見えるかな、ここはうちなんですが、こうやって隣のうちになってます。でね、あのちっちゃな冷蔵庫買いに行ったらね、こんな大きなねカヤックがあってね、って思わずね、見えますかね、カヤック、あのこんな感じ、カヤックがあって、あーなんかいいなと思って買ってしまいました。で、ここが玄関で入ってきます。まだ全然片付いたりしてないんですが、あの前に秋山先生のとこで書いたこの家の主グランちゃんのあの絵とかですね、見えるかな。それからこれは頬ですね、草場先生のね。で、ここには
今までカーテンの影に隠れていたシンギングボールを並べようかななんて思って仮置きしてあります。そして玄関正面に一つお部屋があります。でこれが、部屋の中なんですけれども、あ、涼しい。よいしょ、こんな感じですね。リラックスできるソファーが置いてあったり、そして一番奥が私の切れちゃいましたね。はい、そうですね。大丈夫ですよ。まあ、場所によって電波弱かったりとかするみたいですね。あれ、また切れちゃったかな。もしもし。あ、はいはい。映像が切れてます？あ、切れてないですよね、今ね。うん、場所によってね、電波が不安定になる場所があるようです。そうですね。今は大丈夫でしょうか？うん、今はね、比較的安定してますね。こっちにしちゃうと光が強すぎるんでしょう？いや、外は見えますよ。見えます。うん、ちゃんと、ね、調整されて、はい、湖面見えてる。あ、湖面見えてる。うん、おばちゃんの顔より湖面見えてた方がいいもんね。いや、両方見えたらいいんだけど。そうです、ありがとうございます。リリーさん、カヌー乗りに来ていいよ。わーい、カヤック乗るの夢だったんだ。あ、そうなの、そうなの。うん、じゃあ夢を叶えてください。そう、沖縄で乗ろうかなと思ってたんだけど、うん、まあちょっと練習に使わせてもらうかな、そこ。あのね、ここだったら絶対こっち帰ってこれるから、どっか行っちゃわないから大丈夫。あ、はい。うん、うーん、一応ほら外海じゃないので、はい、とても安全だと思います。救命胴衣とかなしでとりあえずやっちゃうの？あります。あ、ありますか。うん、ただティリさんのお腹が道義感はあるかどうかだけ。ガーン。でも一応あることと、浜田っぱ浅いんです。はい、ですから基本的には大丈夫だと思います。なるほど。うん、基本ね、整体してる今泉くんっていう子が、うん、いろいろ荷物運びとか家具の組み立て手伝ってくれて、うんうん、終わってから早くやっぱり乗りたいって言ってて、うんうんうん、じゃあ乗るって言って、うん、初乗りしました。あ、今泉君のフェイスブックかな、乗ってましたね。乗ってたでしょ。そう、どこかなと思ったんだけど、あれ、これ浜名湖だからひょっとしてとか思ったんですよね。そうなんです、この、うん、カヤックに乗られたんです。うん、なるほどね。うん、それはいいですね。これね、本当にこれもギフトだと思ったんですね。うん、っていうのはカヤックって買ってもその販売店まで取りに行かなきゃいけないとか、うん、メーターが長いので本当はとても大変だったんですけど、近所のリサイクル屋さんだったので、うん、3トントラックを借りて、うん、簡単に搬送できたんですよ。うん、なるほどね。だから新品で買うなんて言ったらすごく大変なんだけれども、来たら案外なんていうのかな、船の底も綺麗だしね、うん、まあまりないし、きっと活用する場所ってそんなないじゃないですか。うんうん、車に乗せて移動するのも大変だしね。うんうんうん、なんかうちのためにそこに置いてあったなみたいに勝手にね。うんうんうん、だからこれはここの場所にね、ふさわしくあったらいいものなのかなと思いましたね。
で、ここの新しいサロンのコンセプトっていうのは、そのお寺の座禅とかどこかの瞑想センターの瞑想というスタイルではない瞑想、うんうん、なんかただくつろいで波の音だけを聞いているとか、あのシンギングボールを用意してあるので、あの銃に鳴らしていただいてゆっくりしていただくとか、ある意味カヤックもその瞑想の一つの道具になったら面白いなと思ってるんですね。うん、湖の真ん中の方に出てってプカプカと浮かびながらね、自然と一体になって自分自身に戻っていくとかね、なんかそういう風になおツールになってたらいいなって思ってはいますけど、うん、今の時点ではあの私があのいろいろいつもお世話になってる方たち優先で乗っていただこうとそんな感じで、はい、TD さんにはぜひ乗っていただきたいですね。 ありがとうございます、うん、何回でも何回出るのも簡単ですからね、結構ねいいと思います、はい、はい、楽しみにしております。はい、そのうち、そしてあの正式にオープンしてからなんですけど、あの例えば TD さんのお話し会をするっていう企画もできるし、うん、あとここはあのなんていうの、誰でもではないんですけれども、あの私の方であよかったらっていう方にはお泊まり定額でしていただく2000ぐらいで、まあ、お布団のシーツとかそういう問題があるので、うん、まあ、あのホテルなんかよりはずっと安くお泊まりいただけるようなね、そんな風にもしたいなと思ってるんです。だから遠方からこれからいらっしゃった方は、あの大きなセッションみたいなものを受けてくださる方に関しては一泊してね、お帰りになっていただいてもいいんじゃないかななんて思ってます。うん、いいですね、うん、いろんな可能性が広がりますね、うん、いいですね、豊かさですね。そうですね、もう10月には福井剛さんのライブコンサートのスケジュールも入ってるんです。福井剛さん、そこでやるんですか、湖畔で。ここで。いや、いいですね。いいでしょ。それはめちゃくちゃいいですね。で、夜その湖畔に降りて笛吹いてもらおうと思って、前も一回お願いしたんですけど、うん、それは素晴らしい。もう本当にあの庭に出て聞いてもいいし、お天気次第でね、うん、うん、どっちでもいいなと思って、あのそういうイベントを企画してたり、あります。なんかで、ね、借りる前からね、イベント企画だけは入ってた。本当にここを楽しんでいただけたらなと思って。で、前からイベントしてるあのライヤーのね、うん、うん、宮田さんにもあのそのうち来ていただきたいななんて思ってますね。こういう雰囲気の中でライヤーとかね、まあいろいろとあの自分のあしてみたいなと思ったことをいろいろ現実化させてくる、いく、なんか自分自身の遊び場所としてね、一番したかったことをやっていく場所として、うん、あの行きたいので、あの使いたいんですけどっていう逆に要望には応えられない場所になるんですね、うん、つまりレンタルスペースではないっていうことなんです。で、私が出会ってきていただきたいというゲストに歌っていただいたりお話ししていただいたりとか、そんなように企画していきたいなと思ってます。うんうんうん、はい、またよろしくお願いいたします。はい、キビさん、あのセッション終わったら来ますか。うん、ちょっと行こうかな。うん、ちょっとスケジュール調整して、多分そのあたりだったら大丈夫だと思う。ただ孫たちはいるけど、うん、あのカヌー乗るのは全然問題ないので。そう、カヌーも乗ってちょっと乗って遊んで帰りますって感じですね。うん、あのシャワーも浴びて帰れるし。あ、ありがとうございます。のんびりしてあの寝て帰ってくれてもいいし。はい。大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。はい。あのぜひぜひ。家族プカプカしてください、はい、ということで、さっき言ってたようにその自分自身がどうありたいか、本当にそれを日々の中でね、自分が提供するっていうことをただただ続けてきただけだなって思ったんですね。だから自分が望むこと望まないことっていうところで、本当にこれを私は望んでいるんだなってなったら、それが外側から与えられるんじゃなくて、自分の内側からね、
その状態っていうものが作り出されて、自分自身がね、自分に提供していくっていうのかな、作り出すというよりも提供ですよね。提供していった時にそういった現実がね、目の前に現れてくる。本当に自分の中にあるものは、私の場合は自分を本当にちゃんと愛することが今回のテーマだなって、みんなそうなんだろうけど、私という個人において本当に私は自分のために生きるということができてなかったという思いがあるので、誰かのために、神様のためでもなく、誰かのためでもなく、クライアントのためでもなく、自分自身のためにどう向き合うのかっていうことを、もうそうだな、何年ぐらいになるのかな、10年ぐらい自分のためにやってきたなと思うんですね。ですから、ただやり続けてきただけなんだけど、今こういう状態で本当に理想的な住まいの隣にあるというか、ロケーションとか、そういったものが私が現実的に目の前にあるっていうことは、やっぱりそこの中に何も自分の中でブレなく、ちゃんと本当に自分のために提供してきてあげた私がいて、そして今のこの環境に至ったって思ってもいるんだけど、でももう一つ、ちょっとそうなのかな、ちょっと違うなと思う部分もあるんですね。それは何かっていうと、じゃあすごく願望を持ったかっていうとね、そうでもなくて、悟りという勉強を始めて、ああ自分の思い次第なんだっていうことが分かってきた時に、どのような環境であっても自分の思い次第で天国にも地獄にもなるな。だからそこに現れてる現実っていうのは全然そういうこととは関係なくてね、どんな状態であったとしても私がそこに天国を作り出すこともできるし、すごく苦しいものを、不足感を作り出すこともできるし、それが、それこそがそこにある私なんだっていう理解ができたときに、その願望のようなものっていうのはあまり持たなくなってしまったんですね。何かを鳴らせようとか、こうしようという強い思いっていうことではなくて、全てはあるようにあるんだなと思ったわけです。で、カンさんというマスターに会った時も、運命は決まってますかという質問をして、カンさんはクラシックの楽譜のように決まってるとお話ししたので、やっぱりそうなんだ、もう決まってるんだったら、どうあがいて自分の人生を変えようとか、何かあがいて自分の望みを叶えようとか、そういったことも一切お構いなくね、全ては起こるようにしか起きていかないし、起こるように起きていくだけなんだなと思った時に、すっごく楽になったんですね。そしてその起きたことをどう捉えるかという自由が私たちの中にはあってね、それを喜び、豊かさで捉えることもできるし、絶望や惨めさの中で捉えることもできるだけでね、起きることだけが起きていく。そういう思いになった時に、何が起きたとしてももう大丈夫だなと思ったんですよ。全ての秘密が分かってしまったので、そこでとても大変な苦労するような何かがあったとしても、あんまり関係ないな、みたいなね。私がそれをどう見るかだけの話だし、どう感じるかだけの話だし、で、そこですごく悲しい思いをして感じたとしても、それも OK だし、すごく怒り浸透して狂ったように怒ったとしても、そこに何かの問題もないし、いつでも自分の中心に戻ることもできるし、そうだとするなら、何か目先のことをガタガタ変えるということよりも、目先のことっていうのは本当に起きるようにして起きてくるからね、あれをこう変えたい、これをこう変えたいなんて考えなくても大丈夫なわけですよ。
それよりも自分自身がどこにいても自分の中に平安があるっていうか、自分が穏やかにいたい私がいたので、自分が愛せたりとか穏やかにいれる、そういう私でありたいとただ思っただけで、それすらももうある時期からなくなってきたんですね、うん、わざわざありたいと思わなくても、ただいつもそうなってるようになった時には、例えば空気が足りないとね、空気が吸いたいと思うじゃないですか。でも空気を吸うことが当たり前になって、ただそのままで普段が OK になってくると、わざわざそうありたいなんて考えないですよね。そのようにただその時の気分に応じた動きをして、そのことについて体験しているだけでいいんだなっていう。で、直感的に、あの人に会いに行こうとか、これをやりたいとか、そう思ったことに乗っ、そこには乗っていくっていうかね、大体そういうふうになっていくわけですから、乗ってきて、生きていけばいいんだなっていうのがよく分かったわけです。ですから、外側の風景が、今は本当にここの風景っていうのは、外側に現れているものとして、私が自分に提供したものが現れてるって、平気で言えちゃう、うん。つまり私は外側に荒波のあったりとか、波乱万丈なものを自分が中から投影したわけじゃなくて、本当に望んだ穏やかな広がった空と湖と風、心地よい風とっていうものが、私自身の今いつも内面にあふれている状態に慣れてきたからね、それがますます広がっていっただけっていう感じなんです。で、これは私だけじゃなくて誰でも可能なことなんだよっていうことが今の私だから言えるんですね。誰もが湖面に住むことを望んでいるわけじゃないし、みんなそれぞれの望みというのは必ずちゃんとパズルのピースが合うように、それぞれの居場所、一番その人が望む居場所っていうのがあると思うんですね。で、ある人にとっては非常にお金を稼ぎ出していくということが大事な居場所である方もいるし、いやそうではなくて、ただ普通に今展開されている日常の家族での生活が本当に素晴らしい居場所である方もいると思うんですね。でもそれこそが実はとても素晴らしい居場所だったということに気づかないで過ごしているのか、この居場所こそが私の求めていた本当の豊かさなんだと思って生きていくのかで、随分違うんじゃないかなとも思うわけです。で、私のカウンセリングっていうのは、実は今現在皆さんが置かれている何かのところには、すべてその方が本当に求めていたものが実はあったんだってことに気づいていただくためのカウンセリングをしたいと思ってるし、そのようにしてるんですけども、本当に私たちは実は何の不足もない中でちゃんと暮らしてるわけですよね。例えば、そうですね、皆さん一番わかりやすく言えば、ティディさんのことをね、皆さんよく番組を通して知ってるけれども、ティディさんにとって本当にいつでもどこでもさっと自分が行きたい場所に移動できる、そういった豊かさをティディさんは手にされてると思うわけですよ。で、例えば、いや家族がね、子供が同じぐらいの世代の人たちは子供がいるのにとか、奥さんがいるのにっていう、ないものって言ったらそれはあるかもしれないけれども、でもそれはないんじゃなくて、それらを持たないことによってティディさんは本当の自分自身がやりたかった豊かさ、自由に移動して自由に遊んで誰とでも同じように近い親しさを持って接することができるのは、案外最愛のね奥様がいらっしゃらないということがね、あってこそ実現してるかもしれないじゃない。そうやって人はそれぞれ必ず今の状況、例えば今体が弱くて外出できないのとか動くことができないのっておっしゃってる方いるかもしれないけど、でもこの動くことができなくなる前に、ああゆっくり自分と向き合う時間が欲しいなって、もしかしたらそんなふうに思ったのかもしれない。そして自分自身なんかこんな時間に追われる生活したくないって考えたかもしれない。それが今形としては自分が
その時に望んだ形じゃないかもしれないけど、その時間に追われるということはなくなったぞって、そこに気づいてみるだけで、あれって、本当に今時間に追われなくて自分が生きていくことができてるぞって気づいてほしいんですね。そしたら病気で寝ているって病気だっていうところにエネルギーを注ぐことじゃなくてね、自分が時間に追われない生活がしたかったって思えるように、それを満喫してしまうわけですよ。で、今度満喫すると、いやー、やっぱり自由に動ける体もいいなって思い始めるわけですね。満喫するから次の満喫に行けるわけね。不足を探しちゃうから、なかなかその不足から出られなくなっちゃう。でも、ああ、時間に追われない生活は十分満足したし、自分と向き合うこともたくさんする時間が取れたなって満足すると、ぼちぼちみんなと会いたいな、みんなと一緒に体を動かしたいなって次に思えばいいわけです。そうすると、そうする現実にどんどん体が準備ができていくと思うんですね。だから不足だけを見がちなんだけども、絶対今置かれた状態の中にはそうでないものがあるはずです。例えば仕事がないなっておっしゃってる方でもね、仕事をしてる最中でのいろんな思いや不満があった。なんで私はこんな仕事しなきゃいけないの？とか、なんか仕事しないでね、楽して生きてれたらいいのにとかね、そんなことどっかでね、思ったことがね、きっとね、叶ってるんだよね。で、仕事しない口実、仕事ができない口実として、こうだからああだからっていう口実をね、一旦くっつけながら、口実がないと仕事しないでいることがまだできないから、もし仕事をしないでいることが口実なしにできるようになれば、そんなこともないかもしれない。そうやって、こういう理由があるから私は仕事ができないのっていう口実を自分のために作ってね、そして、ああ、仕事しなくていいぞ、みたいなね。その仕事をしてて辛かった時の願いを今叶えてるのかもしれないしね。すごく一人で孤独だなって思ってる方がいるかもしれないけど、好き勝手したいなって思ってたかもしれない。誰かに、親にいろんなこと言われたり、ね、指示されたり、ああしろこうしろって言われるのも嫌、好き勝手したいって思って、人に指図されたくないし、好き勝手したいんだよって思って、今の孤独をもしかしたら選んでるのかもしれない。そうだとしたら、その好き勝手できるというところに、自分自身のそこのところをちゃんと味わって体験していくんだっていうふうに見定めてみると、それが満足されて、で、その満足があることで次の段階に行けるんじゃないかなと思うんですね。十分満足したなってなると、また次に行きたいなと思うでしょ？ということで、ちょっとね、ちょっとだけ皆さん時間くださいね。っていうのは、パソコンの加減で、スピ TV が見られなくなっちゃったという事実があってですね、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとスピ TV 出しますので待ってください。チャット画面がね、今見られなくなっちゃった。あ、映ってきた、映ってきた、ありがとうございます。大丈夫です、大丈夫です。ちょっと音声が重なっちゃうかな。よいしょ、 OK です。はい、ありがとうございます。だから見方を変えたら随分変わるってことだよね、本当に。あ、宮田さん入ってくださってるんですね。ぜひぜひ宮田さん演奏しに来てくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今チャットを見させていただいて、いただいてます。今日、リリーさんはね、接心に行かれるそうです。はい。
で、今日私はね、名古屋の方に夕方からわらすぴのみっちゃんさんに会いに行ってきます。で、みっちゃんさんにちょっとよかったらスピティピ出ませんかみたいなね、ゲストのお願いもできたらしてこようかななんて思ってます。ということで、もう8時49分か、なんか取り留めのない話をね、ささらりさん、自分は今何を求めてるんだろうと思ってました。タイミングの良いお話ありがとうございます。はい、桃色サンゴさん、自分に向き合いたい、ゆっくりしたいと思ったから今の自分の状況があります。仕事しなくてもいい口実もちゃんと作りました。私ってすごい。でも飽きたのでそろそろ終わりにして次行こう。そうそうそう、そんな感じがいいですよね。もう飽きたと思わないとね、それまで十分私たちは満足するまでやってしまいますよね。はい。まあ、本当に、みんなそうなんですね。佐藤満郎さんの、お話し会に今日行ってきます。また、報告っていうかね、お話をシェアできたらいいなと思ってるんですけれども、だから今現実置かれてる環境を見た時、必ず自分がそうしたかったことがちゃんとそこに現れている。例えば、介護の問題もありますけれども、親孝行したいって思ってね、いらっしゃった方なんかが結構ご両親の介護されてる方多いですよね。親孝行は素晴らしいことだとか、親孝行してあげたいと思った時に、ある日突然、起きてくるわけですね。ちょっとごめんなさい。で、いろんな状態が起きて、その中で親孝行できるということがあるわけです。だから私たちは何かがしたいとか、そうありたいという状況を自分自身が作り出している主体であるということが分かってくると、そうなんだ、私はそうしたかったんだっていう自分自身の言葉、声が聞こえてくると思うんですよ。で、本当に外側の誰かがって指さしてる時って何の解決策も見つからないわけですよね。あの人が私にこうだから私はこうなっちゃったんだとか、あの人のせいでどうなったんだとか、社会はこういうもんだからどうにもならないんだとか、そういったことを指さしながら言ってるうちは何も始まってこない。そうじゃなくて、やはり一番のソースである自分自身の中からずっと宇宙につながっていくイメージっていうのかな。自分がどうなのかっていうことを、いつもいつも自分がどうしありたいのか、自分が何を食べたいのか、今自分は何を要求してるのか、ただ自分の中にそういう問いすらも持たずに、ただ自分にこうやって向けるんですね、指先を。そして奥をずっと感じている。指の先のものを感じている。ダグラス・ハンティングさんの実験と呼ばれているものですけども、ただこうやって自分自身のその指の先にあるものを見ようとする、感じようとする。そうするとそこには何かはあるけど説明もできない。でもそこのとこをただそういうふうに意識を向けてるだけで、思考とかそういったものが出ずに、非常に静かな世界、領域というか、瞑想した時とか座禅組んだ時とか、そんな感じの何か静けさの中に、ずっと安心できる静けさの中にずっと入っていくことができたりするわけですよね。で、そうなった時に、そこに何の言葉も何の感動も何のエネルギーも表すことはできないけれども、でも何か分かんないけど、とても穏やかで安定してて安心できる、そんなね、私がそこにいるんじゃないか、発見できると思うんです。だからほんの少しだけの時間ね、その自分の中に中心にこうやって向き合ってみようっていう時間をね、過ごしていただく場がここなんですね。皆さんに提供したいなと思ってます。
だから目つぶってね、瞑想するならどこでもできると思うんですよ。自分のお部屋の中でも目つぶって瞑想することはできます。でもここでの瞑想っていうのは、空を見たり、波の音を聞いたり、波の、湖畔のブルーを眺めていたりね、裏側から聞こえる小鳥の声に耳を傾けていたり、そういった目を、五感を開いた中で自分と向き合っていく、そんな場所に、ね、なったらいいなって思ってます。で、多分9月の11日ぐらいから正式、そういった意味でのオープンっていうのが始まります。で、今ね、もうセッション自身は昨日の段階からこちらの新しい方のセッションルームに移ってますのでね、浜名湖の方に夏休みを利用してセッション受けに来てくださる方には新しい場所で提供できるんだけど、カウンセリングルームのね、椅子をね、私は実は新調することにしたんですね。で、どうしてかっていうと、私はね、お尻センサーっていうのがあって、なんかこれは多分ね、私の一人の子としてのすごくこだわりなんですね。で、そんなこだわりもなくてもいいのかもしれないけど、でも私にとってお尻が気持ちがいいことがとっても大事なんですね。座り心地がいい、心地がいいっていうね。ですから、ここの部屋に置いてある椅子もですね、ちょっと見えるかな。ちょっといろいろ荷物が乗っかっておりますが、この椅子ですね、ちょっと遠くに行った方が見やすいかな。見えるかな、見えますか。こんなチェアが置いてあるんですけれども、とても座り心地のいい椅子が置いてあるわけです。で、これは皆さんに座っていただいて心地の良さを味わっていただきたいんだけど、やはり自分がのカウンセリングルームに置く椅子がね、自分自身に対する提供されるものじゃないですか。だからやっぱりお尻の心地いいものを、カウンセリング用の椅子っていうのは、そういった私自身が私に提供するものとしてあったらいいなと思ったので、お尻が喜ぶ椅子を、私自身のお尻が喜ぶ椅子を今回用意しました。それはね、中旬ぐらいに多分荷物が来ると思うんですけどね、うん。で、みんなね、多分ね、なんていうのかな、誤解してると思うんですね。で、私がすごくお金があるわけじゃ絶対ないんですよ。本当になくて悩んだ悩みはいっぱいあったけども、あって困った話は何もなくてね。でもその時に今振り返れば、自分を喜ばせるためのお金が欲しいっていつも思ってたなと思うんですね。で、今回もなんか絶対的な安心感の中で、まあ家賃払っていけるかな。それに東京でサロンを開いてらっしゃる方から見れば、とても私は恵まれていて、東京でのね、マンションの中でのサロンの価格とそんな多分2軒両方で変わらない状態で借りれられ、ね、都内ではないので借りれるわけですよね。で、もう一つ言えるのは、私はね、いけない癖があるんですね。必要が生まれないと仕事しないんですね。支払わなきゃいけないから頑張れてきたっていう悪い癖があって、これは別に悪いわけじゃないんですよ。ある意味とっても素晴らしいことなんだけれども、そういうモチベーションっていうものが、なんか自分が何もなくて稼げる人じゃなかったんですね。ですから何か家賃払わなきゃとか、なんか支払いしなきゃいけないっていうところで仕事をしてきたなっていうのはつくづく感じます。
ね、この癖だけなかったらもうちょっともっともっと豊かになるのかもしれないけど、でもまあこれが私なのかなっていうところでね、見てもいるわけなんです。はい。未確認さん、今ある現状が自分のベストなんですよね。そこに感謝して喜んでいればいいと思うんですが、そのままの、状態では進歩がない。ここで全ては決まっているんだという考えを採用すると、感謝したままでいい、ここのままでいいんだ、要はなるようになるから大丈夫、時が来たら自然とそうなるからって考え、どう思いますか？あ、これね、とても面白いんですけど、自分が成長しなきゃいけないと思ってるわけですよね。で、これがね、2つの観点があって、皆さんが分かんなくなっちゃうのは、悟りとか覚醒者と呼ばれる人の観点と、その全体性においての観点っていうのと、この現実のドラマにおいての観点っていうのがあるんですね。で、このままでいいっていう、なるようになってくるんだけれども、その時間っていうのは今この瞬間にしかないわけですよね。で、この瞬間って言ってもそれにもズレがあるわけだから、そんなこともどうでもいいじゃんって言えばどうでもいいわけですよ。ちゃんとそこで生きてるわけですよ、私たちは。つまり老子様たちがおっしゃるのは、そのままその通りに生きてますよと。それをなんであだこうだ言うんですかっていうことなんですよね。だから私たちはあるようにちゃんと生きてるんだけれども、でもそこに対して、いや、これじゃいけないんじゃないかなとか、こんなことしてて大丈夫なんだろうかっていうことだけが余分なんですね。ですから偏った感覚、認識の中で自分がもうこのままでいいんだって強く思いすぎるっていうのは、そんなこと思わなくてもいいことなんですよね。だってそのままなんですもん。もっとナチュラルな感じですね。ナチュラルっていう言い方もちょっと違うかもしれないけど、そうだよねっていうぐらいですね。強くこのままでいいんだっていう感じはないですね。で、だから何の成長させることも行動もないのかっていうよりも、いろんなものが表にちゃんと現れてきてるので、寺さん言うところの宇宙から与えられたシナリオの台本帳が来るので、そうやって言ってくわけですよね。そうなってくわけですよね。で、自分自身がそういったこのままじゃいけないんじゃないんだろうかっていう考えがもしかしたらあって、人は成長しなければいけないぞとか、こんなことしてたら怠け者になっちゃうぞとか、怠け者ってこうこうこうだから正しい生き方じゃないぞとか、そういう考えを持ってるだけに過ぎなくてね。案外プカプカと浮かんでると、何らかの声がかかってきて、一緒にこうしないとか、今度こんなことしようと思うんだけどとか、何かのアプローチがちゃんとあるようにできてるんですよね。全体の中で一つになって動いてますからね。だから自分だけが何か止まった状態で、取り残されてしまうということはないわけですよね。ただそこの時に私はですね、人であるっていうことの体験をしているので、あがいてみたりとか、自分がやれることをやってみるっていうのはすごく素敵じゃないかなって私の考えとして思っています。でも、やりたくてもやれない時っていうのはもう諦めます。自分がしたいなと思った時は、例えばイベントなんかをする時に多くの人に来ていただきたいなって時は、とっても一生懸命積極的に動きます。でも動きたい、こういうイベントをするから動かなきゃ、でもなんか全然体が動かないのって言った時に、前は焦ってたけど、そういう時は、あ、今はそういう時期じゃないんだって言って焦らないようにしてます。でも自分の中から出てくる内なる活動的な感じが出てくれば、どんどん動いてきます。だからそういった意味でなるようになってるから大丈夫なんですよね。
だから寒天の違いでしょうね、ここのね。だからどうなのかこうなのかっていうのは、それぞれの体験が作り出したパターンも持ってるでしょうしね。ただやれるときは私はね、こうも言います。大きな株の話があって、大きな株をおじいさんとおばあさんがえっからしょって抜くんだけど、抜けないから孫まで来て、最後にはネズミがと一緒に引いたら株が抜けたっていう話なんですけども、そのやるだけやった時にね、起きてくる何かっていうのもね、またね楽しいですね。うん、でそういう体験もいっぱいありますよね。なかなか結果が出ないと思ったら、1日2日のうちにわってね、結果が出ることがあったりして、ああ面白いなって思います。だからどうあったとしても大丈夫で、どうあればいいかっていう考えすらもどうでもいい。自分が考えの主であって、自分が、真理の源であって、自分がそうだという自信が持てればね、一番いいんじゃないかなって。外側の誰かじゃなくて、この私というところに全部の責任もあるのね。別な言い方したら、誰かのせいじゃないし、それを読んだ、例えば和尚がこう言ったからだとかね、何々さんがね、ゆっこさんがこう言ったからそのようにやってみたんだけどっていうことじゃないんだよね。その言ったことを自分が良しとして採用したっていうところに自己責任があると思うんですね。ですから、いろんな人が好き勝手言ってますよ、本当に。あれがいいとかこれがいいとか、私は私で、私が感じてる好き勝手言ってます。で、皆さんはその中で自分自身がやってみたい、やってみようと思うものがあれば、それをしたらいいと思うんですね。で、確かにね、旗から見てると、なんでそんなのやるのっていうふうな思いもあったりするんですよ。で、それってね、どっかにね、それやったね、結果が自分の中で知ってたりすることもあるわけですよね。そうなるとね、もう仕方がない。そういう感じがしちゃうんだもん。だから、したからって言って、その自分を責めることもないな。例えば、ああ、こんなことやってたらこうなっちゃうよねって、子供育ててる親だったらわかりますよね。ああ、あんなとこ持ったらさ、あ、ほら、コップ、やっぱりほら、こぼれた、みたいなね。でもその子供がそのコップを一生懸命持つことを従ってるわけだから、その自主性っていうのが尊重されて、でもこぼしてしまったことによって、あ、こういう持ち方じゃない方がいいのかなって、ちっちゃな子供は学ぶわけですからね。それと同じように、どこかの誰かがなんかこんなことしてた、あちゃちゃちゃと思ったとしても、でもそれをやってみたいわけだから、あ、やればいい、よくてね。で、やった結果どうなるかっていうのは、その人の選択でやってるわけだから、その私に責任があるわけじゃなくてね、その人そのものが自分の人生の責任を取れるだけで、その責任取るのを手伝ってあげることなんかできないわけでしょ。だから、その人がまず子供が水をこぼして、あちゃーってギャーギャー泣いて、あらまーって、じゃあ今度もう一回持ってみるって言って練習していくと持てるようになるのと同じで、実際に体験して、あーそこにあることで、その人は体験を積み重ねていくだけなんだよなと思うんですよ。だからちょっと前までね、本当にこの、準備が始まった、今年の前半っていうのは、そういう自分の中でなんでとかいろんなこともあったんだけど、本当にいつだったのかな、なんか、ああ、なんかそういうことなんだなと思って、だから私は私がしたいことをもう存分やっちゃえばいいんだって思ったわけですね。それが今からやることなんだよねと思ったの。だから、なんか、義理立てしてね、なんとかさんにも来てもらわなきゃいけないとか、そういうようなイベントは多分しないと思うね。うん、ここでは、なんか来て、だってさっきカヌーね、カヤックさ、ティディさん乗りたいって言って、なんで許可したかって、ティディさんがカヤックこう出るのね、見たらね、絶対面白いよ、楽しいじゃない。なんか嬉しそうな顔してティディさんが、なんか無我夢中でカヤックこいでね、そんなのこうやって遠くからこうやって眺めてたらね、楽しいですよ。
でね、そういうなんか自分が絶対これ楽しそうみたいなね、それがただ本当にテレビ出させてもらってるか恩義があるからとかそんな理由じゃないのね。お世話になってるっていう理由もあるけど、でもリリーさんが乗ってる姿が楽しそうっていう、なんかそれをこうやって眺めてる私もなんかニコニコしてしまいそうなね、そんな思いがあって、ああいいんじゃないって思う。そこがね、すごい自分の中の大切な部分なんですよね。それを大事にしようと思ってるんですよね。で、この部屋が隣の物件がね、よく空いてたんだけど、その時はね、誰かのレンタルスペースにしようと思ったんですよ。で、借りたいっていう人がそこの場を使ってワークショップなんかできたらいいかななんて思ってたのね。でもね、そうしたらね、自分の場所じゃないし、自分が楽しくないわけです。で、私がやりたいのは自分が遊びたいだけなので、本当に自分がその来てゲストに来てもらったら嬉しいゲストに来てもらって、そして自分がそこで素敵な音楽、宮田さんのね、素敵なライアンの音聞きたいから来てだし、そういう感じでここの場所を使っていきたい。だからここをカフェ代わりにしたいとかいう人が来たら、なんか楽しくなかったら来ないでっていうことも言っちゃうかもしれないし、そこらはちょっと何とも言い難いですよね。で、私たちはそうやって、自分がね、本当に望むことをやっていくっていう、そこのところにいるんじゃないかなと思いますね。今まではね、建前だとかね、付き合いだとかね、そういったことでね、いろいろ気遣ってたんですよ。でももうね、そんなことしなくていい時代になったんだなって思います。では、今日もグランチャンカードをさせていただきたいと思いますので、ご希望の方はですね、言ってください。お願いします。グランチャンカードか直感的なチャネリングのメッセージでもいいですから、メッセージ、カード、どちらかを希望で書いてください。お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとこっちの椅子だとあれなので、私の方に変えます。見やすいです。ここだけ。はい。宮田さん、今度泊まれるからね、なんて言って。だからね、宮田さんのね、ライアーもね、ここで聞きたいですよね。今までね、人が入れなかったからカフェにしてたんだけど、今度は宮田さん、ここでやってくださいね。はい。熊友さんからじゃあ行きます。メッセージで行きますね。はい。熊友さんへのメッセージです。明るい気分だけを良しとしないで、ちょっとね、雲がかかった気分の日ってあるじゃないですか。でもそれはね、とてもね、それはそれで、曇りの日を楽しむっていうか、その感情っていう中にね、とても大切なものがあるので、なんか毎日がハッピーって、毎日がベリーハッピーっていうんじゃなくても、そのちょっと曇った日のようなね、感情っていうものを十分に体験してくださいって。その曇った日の感情の中にね、すごい喜びだったりとか、実は大きな気づきが見つかるんじゃないですかって言ってます。ありがとうございます。はい、ベローさんメッセージですね。ベローさんへのメッセージは、今のままでいいよっていうことなんですね。で、何かをしなきゃとか、何かをなさなきゃっていうことだけがなければ、本当にベローさん、今のままの、今この瞬間のっていったところに、入れてるはず。でも何かこうじゃなきゃいけない、ああしなきゃいけないとか、目標を持たなきゃっていう、何かね、頑張り屋さんのベローさんっていうのが覗くとね、何かがずれてくる感じがします。
今のままでいいよって言ってます。ユミさん、おはようございます。ユミさんへのメッセージは、体の中の浄化っていうことを言ってきます。ですから不本意に食べないっていうかね、食べ過ぎないとか、何か体をデトックスできるようにいいお水をちょっとたくさん飲んでみるとか、あとは、体にいいもの、体が欲するものを食べてみるとか、1日2日のね断食というものをされてもいいかもしれないです。断食道場の、プログラムなどに参加されるのもいいと思いますけど、そこまでしなくても余分に食べ過ぎないということをちょっと心がけてください。ちょっと体の中にそういったエネルギーが溜まりすぎちゃってます。まゆみさん、おはようございます。まゆみさんはゆっくり寝てください。ちょっとね、寝足りないっていうか、もっともっと寝ていいですよ。で、なんか体のためにエアコンかけてちゃいけないんだとか、寝るということを第一にしてあげてください。ですから、もし体が冷えたらどうしようじゃなくて、暑くて寝れないなら、部屋にエアコンかけて涼しくしてあげて、とにかく寝やすくして寝る。とにかく寝る。これがまゆみさんへのメッセージです。七色ピピさん、おはようございます。七色ピピさんも、口から入れるものっていうところに少し意識を向けてください。どうしてもね、夏になると、水分取りすぎちゃったりとかね、するんだけれども、でもなんか体が今何を欲してるんだろうかって、多分七色ピピさんはなんとなく感じてるはずだから、なんかこういうもので食べなきゃいけないとか感じるんじゃなくって、赤く熟れた美味しいトマトが食べたいとか、そういうことでいいと思うんですよ。そういった部分でですね、美味しいトマトを食べようとか、その体が欲してるものを体の中に入れて、体が何かもうこれ以上いらないって言ってるものは入れないようにしてあげてくださいね。はい。まるさん、おはようございます。まるさんってすごく努力屋さんなんですよね。だから、なんか怠けてたりとか、ちゃんと真面目にできないような感じがあると、どうしても自分に対して厳しくなってしまいます。でも、そういうことをやめていくだけで十分なんですね。だから、自分をなんかもっと頑張んなきゃダメじゃない、もっと私はできるよ、みたいなね。なんか励ますのもいいんだけど、励ましが、の無知が強く当たりすぎて傷だらけになっちゃってる背中を感じるので、もっともっと自分に対して、努力できない自分っていうのを受け止められたら、丸さんはいいんじゃないかなと思います。次行きます。はい。リアンさん、おはようございます。リアンさんは、なんか綺麗にね、光り物って言ったら変なんだけど、例えば、ネイルだったりとか、小物などに、光るキラキラしたものを自分の目の中に入れるようなところにつけてください。そうすると、自分の中にある、本当にきらめきのようなエネルギーと共鳴しやすくなります。そして見てるだけで幸せにリアンさんがなるので、何か光り物ですね。を、ネイル、もしくはお財布とか携帯カバー。普段手にする時計でもいいし、指輪でもいいです。そのようなものにちょっと光り物を採用してください。はい、すずさん、おはようございます。すずさんへのメッセージは、朝できたら早く起きて、太陽の光と、あまりね、日暑くなってからの太陽の光っていうのは大変ですからね。お日様が出始めのね、太陽の光の向き合って深呼吸するとかね、全身の、エネルギーとして立って吸収する。そんな風になってみてください。そうすると、随分と変わってくると思います。やってみてくださいね。はい。リスさん、おはようございます。リスさんへのメッセージは、グランジャンカードの中にもあるんですけれども、嬉しい気持ちで美味しいものを食べましょうということで、お友達とどこか美味しいランチか何かをね、楽しいお話をしながら、できるお友達ね、なんかこの人と会ったらつまんない話しかしないとか、なんか愚痴ばっかりこぼすっていう人じゃなくて、この人と話をしたらなんか自分が楽しくなる、
ていう方と一緒にお食事をしてみてください。なんか新しい気づきがありますよってことです。ササラリさん、収入がなく借金もあり休職中という状況です。自分の気持ちに正直に行動してしまうと現実逃避にも思います。成り行きに任せていますが、時間という概念がそうさせてくれないようで揺れているところでした。お話ありがとうございます。老子様おっしゃってましたよ。本当にお金なかったらね、自分はなんと、その人は何とかするって。で、結構ね、何ともしない人っていう、何ともできないとか、何ともしない人っているじゃないですか。本当にね、究極困ったら、日雇いの仕事でも何でもできるんですよ。で、老子はね、そうおっしゃってましたもん。本当にね、本気でお金困ったらね、医大行ったら、浜松医大っていうのは老子のお寺の近くにあるんですけど、医大に行ってね、死体のね、なんていうのかな、そういうお掃除みたいなのがあるんだって。そういうのやると、いっぱいお金くれるよとか言ってね、ケロって言ってるんですね。で、本当に困ったら私たちはします。でも困っ、あの、ある意味で、自分が本当にどうしようかって行動するっていうのは、そうしたくなかったら何らかの方法あるんですね。でもなんかそういう状態っていうものを体験、不足感っていうのを体験する中で、自分は何を知りたかったんだろうかっていうね、いろいろありますよね。ちいさんなんかも、両足骨折してお金がなくなっちゃったら幸せになったとかね、いろんなことがありますから、それぞれの体験の中で見てくるといいと思います。はい、プリンさん、ジェネリングメッセージお願いします。プリンさんね、何て言うのかな、自分の体をもっともっといたわってあげてください。自分の体に対して、例えばお風呂に入るときでもいいし、自分の体調管理っていうものを丁寧にしていってあげてください。ベティさんはいい状態だと思います。で、ベティさんは今思ってて、誰かに伝えたいと思ってることがあると思いますので、それを躊躇なく、その方を信頼して相手包んだ中で、お伝えになると問題なくいくんじゃないかなって、なぜか分かんないけど、こんな話をしております。みよみよさん、メッセージです。みよみよさん、自分自身の中の声が聞こえてるんだけど、だけどって言ってるんですよね。だけどって言うんですよね。自分の中の声聞こえてんだから、そうかってやってみたらいいですよね。なんかね、ちゃんとハートの声聞いてるよってメッセージ、でもだけどって言ってるって感じがするんですね。何のことか分かんないけど、ちょっと心当たりがあったら、素直に聞いてあげてください。未確認さん、自分の内なる声を受け入れるように、精進したいと思います。はい。精進なんかしなくてもいいです。だって自分のさ、思いって受け止めてもらったら嬉しいじゃん。精進とかいう方法じゃなくて、例えば自分の思いを誰かがちゃんと聞いて、本当に真剣に聞いてくれた私たち、それだけで幸せでしょ。だから別にそんなの精進じゃなくたっていいんだよね。そうしてあげたいだけじゃない。そんな感じです。パールさんメッセージです。パールさんはお水をちゃんと飲んでください。この夏ね、水分不足にならないようにね、美味しいお水をね、できたらジュースとかサイダーじゃなくて、お水をちゃんと供給してあげてください。桃色サンゴさん、あ、海行ったんですね。よかったです。メッセージです。桃色サンゴさん、今日お話しした、自分が実は全部今の中に自分がそうありたいものがあるんだってお話ししましたけども、本当にそうなんだなって、しっかり深く落としてみてください。そうした時に次の段階にすっていこうできるようになると思います。アリさん、はい。カードをお願いします。はい。アリさんへのカードは、朝日のエネルギーを浴びようというカードが出ました。グランチャンカード、朝日のエネルギーを浴びようです。ちょっと早起きしましょう。で、お昼寝してもいいから早起きしましょう。太陽が上がる時間に起きて、1時間でも少しでも30分でもいいから、その時間に太陽と、上がるね、そのエネルギーを感じてください。これね、そうですね、1週間から10日やってみてください。リコさん、
おはようございます。カードお願いします。はい、わかりました。ちょっとお待ちください。人からの愛を受け入れましょうというリコさんカードが出ています。人からの愛を受け入れるということは、誰かにね、してもらう行為っていうのを、リコさんのために従っている人がいると思いますので、ありがとうと言って受け取ってみてください。案外ね、自分が愛を与えるのは好きなんだけど、愛を受け取るのはリコさんになってかもしれないね。はい、5月晴れさん、メッセージお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあメッセージをお伝えします。5月晴れさんへのメッセージは、本当に自分が大切にしているものは何かってことにちょっと目を向けてください。案外忘れていた、大事にしすぎてクローゼットの中に風呂敷に包んでしまい込んであったような、そんなものが本当に大事なものだった。これ物じゃないですよ、気がつかないような感じね。だから大事だからこそ隠してしまったものが何かありそうです。ですからそれをちょっと探してみるということをしたいなと思っててください。それだけで十分だと思います。コミカンさん、メッセージです。コミカンさん、ですね、この夏はフルーツをたくさん食べてください。糖分の取りすぎとかそういうことではなくてですね、みかんがついてるから言ったわけじゃなくて、フルーツで、なんていうのかな、体がね、欲してると思うんですよ。で、代用品にしちゃってるとこがあるんですね。フルーツが入ったゼリーとかね、フルーツが入った、フルーツの缶詰とか、フルーツのジュースとか、そうじゃなくて、コミカンさんが食べたいのは、フレッシュなフルーツを食べたいんだなと思うんですよ。代用品ではないフルーツ、つまり、スイカだったり、メロンだったり、パイナップルだったり、いろいろ今あります。ブドウもあるし、桃も美味しいです。そういう、実際のフルーツをたくさん食べてあげてください。次、青さんです。メッセージをお願いします。青さんはね、朝起きるというよりね、空の星を眺めましょう。でもしお住まいの場所が空の星があまり見える場所でなかったとしたら、この夏どこか星空のが綺麗なね、ペンションとか、ただドライブに行くだけでもいいですよ。星空をね、なんかね、あーって満喫して、星が綺麗だなーって、それを眺めてみてください。そうする中で何かね、なんていうの、星空を眺めることによってエネルギーの中心に戻っていく感じがあります。やってみてください。レモンさん、おはようございます。レモンさんへのメッセージはこんな感じです。体操、朝のね、よく朝起き体操みたいになりますよね。何かそんなね、10分から15分のメニューで構わないので、朝する体操をね、ちょっと習慣的にね、できるようになってくるといいですねって。ラジオ体操でもいいですよ。なんかそんな朝の体操を習慣的にしていかれると、体の調子がどんどん変わっていくそうです。マロンさん、メッセージです。マロンさんは涼しいところでね、なんか静かに本を読むイメージが来るんですね。暑い最中にどっか出ないで、なんか静かな図書館とかね、なんかそういったところでゆっくり本を読んでみる、それが自分に与えられる休息になりますよっていう感じがあります。やってみてください。ササラリさんカードですね。はい、ワクワクしましょうというカードが出てました。ササラリさんにはワクワクしましょうです。ワクワクしましょうってカードはどういうことかっていうと、なんかワクワクしたいなって思うだけでいいです。そしてワクワクできることをやっていくだけでいいです。なんかどうやったらいいのって時々言われるんですけどね、ワクワクできないんですって言ったら、そういう時はワクワクしたいなと思ってればいいです。はい、次、 KKY さん、はい、おはようございます。メッセージです。 KKY さんへのメッセージは、
一日一回ですね、自分へ向き合う時間を10分間作ってください。なんかね、本当に向き合う時間を作ろうみたいな感じでやっていただけるといいと思います。そして、その時ね、どこでもいいんですよ。お風呂でもいいし、ご飯食べてる時、食後でもいいし、ただ、向き合いたいと思ってる KKY さんのエネルギーがいっぱいなのでね、そうしてあげるっていう行動に移すだけだと思います。トロネコさん、おはようございます。トロネコさんへのメッセージはこんなぐらいです。トロネコさん、ですね、体が要求する食べ物、心が要求する食べ物というところに目線を向けてください。いろんなダイエット本やいろんな健康食本がありますけれども、何が食べたいんだろうか。例えば別に3食食べなくても1食だけでもいいし、本当に自分の体が今食べたいと思っているものを食べたいと思っただけ。結構ね、人って多く食べ過ぎるんですよね。残しちゃいけないとか。そうじゃなくて、本当に食べたいものを、本当に自分の今体が要求している分だけっていうように、食事のっていう点から向き合ってみるといいようなメッセージですね。はい。そうか。つか。ね。週刊、ちかんさんかな。おはようございます。メッセージお願いします。中間さんでいいのかな。中間って言いたいのかな。中道の中間って意味でこの方メッセージネームにしてるのかな。ちょっとわかんないですけど。なんかね、自分のお部屋をね、なんか徹底的に一回お片付けして、きれいにしてあげるとね、気持ちがスカーンって変わるみたい。だからそこら中全部拭き回ったりとか、もういらないものを捨てたりとか、ちょっと一回ね、ご自身のお部屋のお掃除と、リセットをしてみることをお勧めします。レースのカーテンなんかもね、洗うと気持ちいいですよね。はい。カナリアさん、メッセージお願いします。カナリアさん、いい調子で進んでますよってガイドさんが言ってます。だから、カナリアさんは自分が感じたまま、思ったままをやってみている。その状態で十分だから、やってみてってください。自分が感じて、自分にしてあげたいことをやり続けることだと思います。ポンさん、はい。メッセージをお伝えします。ポンさんは、我慢好きなんですね。ちょっと我慢するのやめましょう。我慢好きだからね、我慢してももちろんいいんだけどね、なんか私から見たら、別にそんな我慢しなくたって、目の前に、例えば、暑いからって我慢しなくても、扇風機のスイッチポンと押せば、気持ちいい風が来るじゃないですか。なんかそんな感じ。だから、なんでそんなに扇風機のスイッチポンと押しちゃいけないのかな、みたいなね。もっともっと自分が、いっぱい我慢しない方法もあるよっていう選択もいいんじゃないかと思います。マリエさん。マリエさんへのメッセージは、自分のためにお料理を作ってあげてください。なんか自分が食べたいと思ってるもの、自分のために、誰かのためにじゃなくて、自分自身のためにおいしいおいしいお料理を作ってください。お願いします。宮田さん、はい、おはようございます。宮田さんへのメッセージは、なんていうのかな、体のケアですね。本当に、自分の体をいたわるということを、今まで以上にたくさんしてあげてください。寝る前だったりとか、シャワーの時だったりとか、食事のことだったりとか、いろんな部分で自分自身の体をいたわってあげてみてください。そして、愛するっていうか、なぜてみたりとか、体を大事にする、そんなところに向かって。心っていうことはもう宮田さんの部分であれなんだけど、ちょっと体さんにもっともっと、いたわりを向けてあげてほしいなと思いました。ミカエルさん、メッセージです。ミカエルさんは、ご自身のことに、自信が持てないと思うときは、こうしたらいいですよ。よく
まで頑張って生きてきたねって、うん、だってすごいことですよ、ちゃんと生きてるってことは、うん、それなのに自分がそれじゃダメって言ってるなんて随分失礼だよね。だからよく頑張って今日まで生きてきたねって何回も何回も自分の中に浸透するまで、よく今日まで頑張って生きてきたね、生きてきたね、頑張ったねって、いろいろあったけど今日まで本当頑張ったよねって言ってあげてください。そうすると自信につながっていきます。はい、みちさんメッセージをお願いします。みちさんへのメッセージはこんな感じです。いろんな時があるんですね。でみちさんね、今からね、いろんなものがね、焦りがちょっと感じられたので、みちさん焦らなくても大丈夫です。それぞれの人にはそれぞれのタイミングがありますからね。みちさんにはみちさんのタイミングで素敵なタイミングが来ます。だから安心してね、タイミング、その時が訪れるのを安心して待ってていいですからね。はい、ゆうこさんメッセージです。今の状況に対しての感謝っていうことで十分に楽しんでください。そして今状況が何が私は一番嬉しいんだろうかっていう見極めもね、していかれるといいと思います。宮田さん、はい、お仕事行ってきますってことで行ってらっしゃい。ベニトさん、メッセージですね。ベニトさんへのメッセージは、やっぱりベニトさんもちょっと体が、お疲れモードになりやすいので、暑い時ってね、お昼寝をしたりとか夜は早めに寝るとかね、少しなんていうのかな、ゆったりさをね変えてみるといいと思います。ちょっと今ねガス屋さんが来ましたので、ベニトさんのところでちょっと待っててね。すいません、ガスをね今日ね入れてくれるってことで午前中って言っちゃったのよ。ちょっと番組の土地で入りますが、じゃあ次に行きます。スワンさんメッセージです。あ、降りてきたかな。スワンさんちょっと待っててね。あ、すいません、お願いします。ちょっとスカイプでインターネットの番組配信中なので、先になんか書かなきゃいけないものがある？ある？ちょっと後で、お金だけ渡しとけばいいの？なんか保証金が欲しいとか。まあ、合わせます。あと何分ぐらいかかります？あ、それをやるのに、今やりますか？今すぐで。あ、じゃあそれやっててください。はい。なんかとてもね、素敵なね、イケメンのお兄さんがいました。スワンさんからですね。スワンさんは、メッセージはそうですね、スワンさんもお水を飲むということに対して、あんまり冷えすぎないお水の温度がいいと思うんですが、体の中で、干してますのでお水の調整をしてください。よろしくお願いします。ルナピーさんは、食事があまり取れません、食べたくなければそのままでもいいかと思いますがメッセージお願いします。はい、そのままでいいです。うん、あんまり取れない時に無理やり取らなくてもね、少しずつ一気に食べようと思うと取れないけど、少しずつっていう方法もありますからね、自分の体の声を聞きながら食べるっていうのがいいと思います。で、食事っていうところにこだわらないで、バナナだったりね、リンゴだったりね、そういったものも食事の一つだと思うんですよね。はい、ノアさん、ノアさんへのメッセージはこんな感じです。どこかねちょっと今日風景こうやって見ていただいたけれども、なんか広いところ自然の中に遊びに行ってください。水に入るのもいいし、滝に打たれるのもいいし、川泳ぎもいいかもしれません。自然と一緒の時間を作ってください。はい、ミスティさんおはようございます。先週遅かったので今日は大丈夫そうですねということで、はい、メッセージですね。ミスティさんへのメッセージはやはりミスティさんも山の中木がいっぱいあって、そういう森林ですね、森とか森林とかそんなような場所に日陰がたくさんあってね、そんな場所に行かれるといいと思います。でゆっくりくつろぐという時間を作ることで自分自身のね体のと心の関連しているエネルギーがですね調整されていくと思います。
花さん、おはようございます。花さんへのメッセージは、ですね、家族との時間を大切にしてください、家族とご飯を食べること、そして家族と何かどこかに出かけること、その家族と何らかの話をすること、家族、例えば遠くに家族が離れているならば電話をかけてみるとか、一緒に暮らしているならより深いコミュニケーションができるようにしていってください。お願いします。ココアさん、ココアさんへのメッセージは、こんな感じですね。ちょっと待ってね、こっちで検査しなきゃいけないのいいですよ、知ってて大丈夫ですか。検査も始まりました。 ありがとう。ココアさんへのメッセージは、そうですね、何か体を動かすようなスポーツをされた方がいいようです。水泳とかね、なんていうのかな、なんか大きなボール使ってやるヨガみたいなのもあるじゃないですか。そのようなものでもいいと思いますので、何かスポーツを心がけてください。イメージで来るのは、なんか筋を伸ばす、いろんなこういう筋を伸ばす運動をされるといいと思います。走り込むというよりも筋が伸びるようなね運動をお勧めします。アミアミバンドさん、はい、おはようございます。メッセージをお伝えします。アミアミバンドさんへのメッセージは、汗を流してください。汗を流してはシャワーですすぎ、また汗を流してはシャワーですすぎ、そういう代謝がねこうやって今上がってくる時期なんですけど、どんどん汗を流して、体の中からね老廃物とかいっぱい流れで出やすい時期なので、その時期にですね出していくといいですよって、いっぱい汗を流しましょうっていうメッセージですね。貝殻さん、おはようございます。メッセージです。ご自身の中にある正直な気持ちというのはもう気づいてらっしゃるみたいですね。でそれを信頼してください。もう本当にあと残ることは自己信頼っていうね、こんなこと言ってるけどどうなのじゃなくて、あそうなんだってね、そうなんだねっていう感じの信頼感というのが重要になりますので、よろしくお願いします。次、熊友さんです。終わったね。エンジェルさん、メッセージお願いします。エンジェルさんへのメッセージは、エンジェルさんの、なんていうのかな、思いっていうのはね、エンジェルさんの独自のものであるということに気づいてください。つまり絶対的な誰かの正しさの思いっていうのがないということですね。どれだけ素晴らしい考えや愛あふれた思いであっても、それはエンジェルさんのものだっていうことなんです。みんながどうして分かってくれないのっていうことではなくて、エンジェルさんがその思いを大事にしたらいいことなんですね。人には人のそれぞれの領域や思いというものがありますから、それを尊重してあげてください。ユミさん、はい、食べ過ぎないようにします。アサミさん、おはようございます。メッセージです。アサミさんへのメッセージは、アサミさんはね、体のこと心配しすぎ、逆に言うと、もうちょっとね、おおらかにしてていいんじゃないかな、あれ食べちゃいけないんじゃないか、これ食べちゃいけないんじゃないか、これは毒だし、あれはどうなの、こうなのってね、ちょっとね、心配しすぎちゃってるので、もうちょっとおおらかな気持ちでね、悪いものだと思うと何でも悪い食べ物になっちゃうのね。だからそうじゃなくて、食べるときは、なんかこれ食べられる幸せって嬉しいとか、そんな気持ちにしてください。はい。ベローさん、すごい今のままでいいのかな、本当にと思ってメッセージをお願いしたら、今のままでいいよって、はい、そうですか。はい、ありがとうございます。七色ピピさん、前回のゆっこさんにズバリ自分の力を怖がらずに出していいのよ。大丈夫だよって言ってもらって、一つ扉を開けてみました。今週は、口から入るものに喜びの感覚をプラスして過ごしています。はい、やってみてください。そうだったんだね、ベルちゃん面白いね、みんなね。うん、アルさん、肩の力抜いてみます。はい、美穂さん、メッセージですね。美穂さんへのメッセージはですね、だいぶね、自分のことね、責めなくなってきたんだけど、責めちゃった自分を責めてたりするから、今度そういう責める自分が出てきても、ああまだまだね、よしよしって言って、そのなんていうのかな、自分を責める
自分に対して責めないで、ああまた出てきた、登場したかったんだね、よいよいっていう感じにしてあげてください。はい、すずさん、メッセージありがとうございます。朝の光深呼吸実際にやってみたいのでやってみます。はい、よかったです。ゆみさん、実は今日から食事を少し減らそうと思ったので試すぎのメッセージに驚きました。そうですか、ありがとうございます。じゅんさん、メッセージです。じゅんさんね、とてもいい感じです。笑ってください。本当にじゅんさんの笑顔が周りの方たちを、ね、元気にしていきます。じゅんさん本当に笑顔が、ね、素敵だと思います。まゆみさん、メッセージありがとうございます。最近ものすごく眠いんです。少しお昼寝してもやはり眠いんですよ。ぐっすり眠れる環境も考えています。はい、未確認さん、正直いらないですよね。はい、素直に受け取ります。Kさん、メッセージお願いします。はい、わかりました。 Kさんへのメッセージ、遊ぼって言ってます。なんかね、遊び心っていうのをちょっとね、そうかな、筆ペンかなんかで遊び心って書いてください。ひらがなで遊び心って書いてもいいし、でなんかそれをちょこっとどっか部屋の隅に貼っといてください。遊び心、それを眺めながら感じること、思いついたことをやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、まるさん、お茶が好きでお水あんまり飲んでませんでした。うん、お水飲むとね、出てくるんですね。で、今ね、エネルギーがすごく変わり始めて、そういった古いものを流していく作業もすごく体が従ってるんですね。ですから、お水いっぱい飲んであげてください。Kさん、メッセージです。Kさんね、だいぶいい感じになっていると思います。ご自身でも感じてるはずです。でね、Kさんも努力家のとこがあるので、もっともっとにしがちなんですね。もっともっとしなくていいです。いい感じで流れて、なんていうのかな、プカプカとね、浮かんでるボートみたいな感じで、いい感じで流れてます。だからそこになんかオール持ってこようとか、モーターつけてね、電動で動かそうとか、ね、そういうことを考えずに、ただプカプカしてれば、その流れは、今乗っている流れは、Kさんそのものの流れですから、安心してプカプカしててください。はい、アリさん、ありがとうございました。アサヒさんとね、お友達になってください。はい、ルーシーさん、おはようございます。ルーシーさんへのメッセージです。ルーシーさんへのメッセージ、ちょっと待ってね、その前に。パソコンの電源が危ない。ルーシーさんへのメッセージはこんな感じです。ですね、ルーシーさんね、お友達といっぱい喋ってください。いっぱい喋る時間を作ってください。自分の気持ちを話すことで、自分の内面にある気持ちに気づいていきます。ですから、ぜひルーシーさんはお友達や誰かと話して、あれ、私こんなこと思ってたんだとか、私こんな気持ちだったんだってことを、他の人との、ね、お話の中から気づいていかれるのがいいかと思います。Kさん、メッセージです。Kさんはね、なんかね、美味しいものを食べてください。なんかね、食べるものでご褒美を与えるとか、なんか美味しいものっていうのは、Kさんにとってはね、この地上に降りた一つの大切な理由でもありますからね、ぜひ美味しいものをね、召し上がることに対しては、なんていうのかな、投資してあげてくださいね。リースさん、メッセージありがとうございました。最近友達と、心置きなく何でも話せる楽しい時間がほとんどなかったので、寂しくなってたところです。はい。はじめまして、ララさん。5年間の不登校の娘に向かう時の心に置くといい言葉はありますか？生きててくれてありがとうですね。はい。のこれだけです。生きててくれてありがとうって。今、私の前にあなたがいてるだけで私は幸せなのって。それだけです。すごいことです、これは。目の前にそのお嬢さんがいることだけで幸せなんです。世の中にどれだけその同じ世代のこの間もありましたけども、そのお母さんの思いになってください。不登校だとかなんとかじゃなくて、今その目の前に、私の目の前に私の子供がいるんです。息吸っているんです。よかったじゃないですか。息吸っているんだよ。それを思ったらそれだけで十分になります。はい、マコリンさん、はい、はい、どうぞお願いします。マコリンさんですよね。はい、おはようございます。
今週の水曜日にがんで介護していた母が死んだんですが、母の死に関して、あ、こっちこっち、うん、あのね、ガス屋さんね、皆さんね、イケメンのお兄さんなんですよ、と言った。まあいいや、ごめんね。そうね、お母さん、あのね、お母さん喜んでると思いますよ。でね、マコリンさんがやった十分なことっていうことがね、お互いをね、より深くつないでったでしょっていうことをおっしゃってますね。これはお母さんからのメッセージっていうよりもガイドさんのメッセージみたいなんですけれども、あの、深くつながったっていうことですね。お母さんの魂とマコリンさんの魂が本当に深くつながり合って、共感して思いやれて、そういった時間が過ごせた、その時間を作り出すことができたことに、あ、思ってくださいって、でそれを感謝してくださいって、でお母さんはお母さん その病気で死んで、あの、寂しいと思いますけれども、でもこれはお母さん自身が決めた寿命なので、あの、マコリンさんがどうだったこうだった、治療を変えたらどうだったこうだったの問題ではないと思います。でもマコリンさんとお母さんが深いレベルで、つながってね、コミュニケーションできた、その素晴らしさをマコリンさんはやり遂げたっていうことに対してね、自分自身に、感謝して、そして、その相手としてね、お母さんが病気を通して自分とね向き合ってくれたってことに感謝してください。すごく大きなステップアップになったんですよってメッセージは伝えています。自分自身の、ね、中にある本当に大事なものを見つけられたと思います。リースさん、はい、おいしい、楽しいご飯行ってきます。はい、桃色さんはさ、次の段階行くって聞いた瞬間にそれを恐れている自分に気がつきました。はい、ね、見えてくるんだよね。 K さん、はい、おはようございます。 K さんへのメッセージはこんな感じです。あのね、ご自身がやってることっていうのが、あの、分かんなくてもちゃんとね、そうやるべきことをやってるから安心して、あの、疑問に思わずにやってったらいいと思います。はい、次、コミカンさん、ありがとうございます。フルーツ、まさに今南の島では旬です。これからパイン農家にパイナップルも買いに行ってきます。マンゴーとパッションも買ってきちゃうかな。うーん、いいね。メロンはね、うちの近所で手に入るんだけどね、残念だね。でもマンゴーは手に入んないぞ。うん、レモンさん、メッセージありがとうございました。はい、倉田ダンスさんですね。はい、おはようございます。倉田ダンスさんにメッセージです。ですね、倉田ダンスさんね、あの、できればフルーツジュースや野菜ジュースの、なんていうのかな、ミキサーで混ぜるとか、ジューサーの生ジュースってあるじゃないですか。あれを、あの、お家で飲まれるようにされるといいと思いますね。成分はリンゴだけでもいいし、あの、キャベツの汁でも何でもいいと思いますよ。なんかね、そういった、あの、できたらジューサーで食物繊維を外してしまうものではなくて、健康管理のためにミキサーによる、繊維の残った、あの、野菜果物の生ジュースを、あの、とってもおすすめしたい気持ちがしました。はい、ありがとうございます。あ、プリンさん、久しぶりに漢方を処方してもらおうかなと思ってました。あ、それもありだかもしれないね。うん、平さん、おはようございます。はじめまして。いつもいろんな方のメッセージが自分のことのように受け取れて勉強になります。私もメッセージですね。はい、いいと思います。ひらひらさんへのメッセージです。あのね、とっても真面目な方ですよね。で、あの、真剣に考えすぎて、それが執着になっちゃうことがありますね。だから、あの、芯がすごく根が真面目なんですよ。だからね、なんかね、真面目すぎちゃってね、どっか窮屈になっちゃうんですね。で、ちょっとね、どっかのタガを外すっていうか、どっかをいい加減さを作ってあげると、あの、いいぐらいのバランスだと思います。ありがとうございます。ささらりさん、ワクワクしてきました。リアンさん、ゆくさん、ありがとうございます。以前にもキラキラしたものをメッセージいただきました。はい、こんな何にしようかな。うん、ネイルいいかもしれないです。はい、ピリさん、メッセージお願いします。ピリさんへのメッセージはですね、あの、よく後悔先に、あとに、後悔しちゃいけないんだ、だからちゃんと慎重にしようっていうのがあるんですが、あの、変なんですけど、
どんだけ後悔した過去を持っていても、今っていうところが幸せになると、そんなのどうでもよくなるんですね。そんな関係ないです。ですから、後悔いくらでもしていいので、いっぱい失敗してください。はい。マロンさん、静かなところで休息します。カナリアさん、重要なんですね。自分では甘やかしすぎてんじゃないかと不安になっていたんですが、これからも自分が感じることを信じてやっていきたいと思います。はい、そうしてください。シャスタさん、はい。メッセージ、お伝えします。シャスタさんへのメッセージは、ですね、なんて言ったらいいんでしょうね。考えてないときはとても考えてないんだけど、考えすぎると考えすぎ、考え出すと考えすぎてる。で、ちょっとそのね、そういうことがあるんで、じゃあ考えすぎちゃいけないわけではないんですけれども、ちょっと何にも考えないとしすぎるがために、考え出すと考えすぎちゃうみたいですから、ちょっとそこのところバランス取れるといいですよね。ルナピーさん、はい、ありがとうございます。ポンさん、メッセージありがとうございました。我慢好き、確かにそうですね。これでもかって感じで我慢してきたような気がします。もう十分味わった。はい。ね。カナリアさん、スピ TV ならではの情景ですね。はい、イケメンのガセンさんなんですよ。はい。スワンさん、メッセージ、お水取ってください。メティさん、ガス屋さんも浜名湖エンジョイしてるように見えます。ありがとうございます。これね、スピリチュアルテレビっていうスピリチュアル系の番組なんですけど、全国で見てて、今現在だと70から100ぐらいでこうやって移動して見てて、金曜日の朝やってるんです。はい。カシスさん、はい、カシスさんメッセージですね。カシスさんへのメッセージは、食べるものをね、本当に自分 の, 栄養があるからとか、これ食べたら体力つくからっていう発想をちょっとやめて、本当に体が欲求してる食べ物を、欲求してる分量だけ食べてください。貝殻さん、はい、自己信頼ですね。リコさん、はい、ガス屋さんが来てメッセージ飛んじゃってる。あ、飛んじゃったかな、ごめんね。メッセージありがとうございました。好きじゃない家族と距離を置いていた自分に反省。ちょっとだけ勇気必要だけど、ぜひぜひお母さんとの関係でも、お父さん誰でもいいから、まずちょっと交流してみてください。はい、ありがとうございます。猫ダーさん、はい、私もメッセージお願いできますか。もちろんダーニャンさん。なんていうか、じゃあ猫ダーさんへのメッセージは、いい感じで自分自身とこうやって向き合ってるような気もするんだけど、ただね、人に対してね、結構ね、なんていうの、幸せになってもらいたい気持ちが強すぎちゃって押し付け気味になっちゃうんだよね。だから人は人だから、まず自分がめちゃめちゃ幸せになったら、猫だちゃんどうしてそんなに幸せなのって聞きに来るから、ほっといてもいいと思いますよ。聞かない状態を無理やり聞かせようと思っても無理ですよね。はい。キーちゃん、メッセージよければお願いします。キーちゃんさんへのキーちゃんへのメッセージは、自分自身に向かってのとても進歩したいとか成長したいという気持ちがすごくあって、それはいいんだけれども、時々落ち込む必要がないっていうかね、なんていうのかな、変に落ち込むときに落ち込むんだよね。構わないんですよ。うまくいくときもうまくいかないときもあって当然なので、落ち込んだときに、あ、落ち込んだなって、それでさっくり終わるっていうのでもいいし、なんか、あ、またやっちゃったみたいな感じでニコって笑うのでもいいし、あんまり落ち込んだときの感情をうまく使えるようになるといいですね。ベロさん、生きてくれてありがとうって。でもね、どうだったこうだったでもね、死んじゃったらね、その子は
親の目の前にはいててくれないんだからね。だから今回のなんかすごく悲惨な佐世保の事件なんか見てても思うんだけど、本当見るたびにその犯人がどうのこうのじゃなくて、うちの息子生きててくれてありがとうですね。本当によかった、生きててくれるだけでよかったと思いますね。はい、ララさん、うん、言ってそうでしょね。えある日自分の子供が二度とね自分の目の前におはようって言ってこないと、もうそれを思っただけだったし本当悲しくなっちゃうからね。うん、そう思ってたらそこの子供がどんな子であったとしてもオッケーオッケーみたいに、生きてるだけでまだもうオッケーみたいな感じになりますよね。うん、生きててよかったって。うん、じゃあさん、メッセージもらってるとき娘がやってきましたって。はい、ユンさんメッセージありがとうございました。うん、笑顔しか取り柄のない、いや笑顔が取り柄だからね、ほんとほんと素敵なことです。はい、ありがとうございます。うん、ミキサージュースそんな感じ。既製品のジュースじゃない方がいいと思いますよ。マルルさん、はい、メッセージ、マルルさんへのメッセージ、マルルさんもね、なんか頭でねこれ食べなきゃダメあれ食べなきゃダメじゃなくて、体が要求したものを食べてください。ちいさんとね一緒にジョイントしている福田さんもそういうことをおっしゃってましたね。うん、ベティさん、今ふと思い出したのですが、妹にずっと伝えようと思っていたことがあって、先日それが伝えられました。きっとそのことがメッセージの意味だったのかなと思います。はい、ちかこさん、はい、いいですよ。ちかこさんへのメッセージは、ね、早起きするといいよって言ってる。早起きすると、だから太陽が上がるぐらいの時間に1回起きて、なんか朝のうちに仕事をさっくりしまして、そしてのんびり過ごしてください。もう2人だけぐらいやるからちょっと待っててね。10時になりました。みちるさん行きます。みちるさんはいっぱい寝てください。ちょっとね寝る時間早い時間に寝るようにしてください。ノーネームさん、すいません、ノーネームさんの場合はこれから出さないということにしました。何かの名前をつけることによってそこに個性がね乗ってくるので、不安についてガス屋さんからのメッセージをお願いします。なんのこっちゃねみたいな、うん、ガスは安全に使いましょう、はい、ということで皆さんありがとうございました。今日はですね新しいお部屋の方から番組をお送りさせていただきました。今からねガス屋さんとガスの打ち合わせをしますので、皆さんありがとう。またね、もう今日ガス屋さんとのお話ができないとお風呂に入れないからみたいなそんな感じです。はい、ありがとうございました。失礼いたします。じゃあ素敵な週末を。はい、TD さんありがとうございます。